MLB、ドジャース、マリナーズ、日本時間20日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平投手は19日、日本時間20日、本拠地、マリナーズ戦に、1番、指名打者、で出場する。また、マックス・マンシー内野手が、7番、三塁、で復帰し、トミー・エドマン内野手が、9番、中堅、でドジャースデビューする。 大谷には3試合連続40号に期待がかかる。連日18日、同19日、の同カードでは、1番、指名打者、で出場し、5回に2試合連続の39号をソロう放った。5打数1安打1打点で打率290、オップス990。チームはクレイトンカーショー投手が6回無失点の高騰を見せるなど、 2位で勝利した。リーグ本塁打争いは2位のマルセルオズナガイアシュブレーブスに3本差誌をつけて独走中。3試合連発なら6月22日、同23日の本拠地、エンゼルス戦以来で40号に到達すれば2年連続3度目の大台となる。また、ここまで37盗塁。 8月中の40から40も狙えそうだ。チームはこの日、ロースターを大量7人入れ替え、バンシー、エドマンが負傷者リスト IL から復帰した。また、フレディ・フリーマン内野手は X 線検査で右手中指にひびが入っていたことが判明したが、3番、1塁で強行出場した。対するマリナーズはブライアン・ウー投手が先発する。 今季は5勝1敗、防御率2.06。大谷とは昨季対戦し、3打数2安打1本塁い打で打率667、オップス2.467となっている。